みやこんにちは、ずちゃんです。たんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天的影片我完全没有告诉文章今天要拍什么，今から何撮るのか分かんないんだよね。跟大家说，我在台湾的时候真的非常喜欢吃胡须章的卤肉饭，然后呢前几天在上网的时候就发现日本居然有胡须章卤肉饭的店，但是全日本只有一家，而且唯一的一家店不在东京，是在金泽。那因为金泽实在太远了，没办法去，然后我就滑网页发现他们居然有卤肉包的宅配，所以我就马上上网订了胡须章卤肉饭的宅配来开箱给大家看，也让文当吃吃看最道地的卤肉饭。啊，日本にあるね、よくあるルーローハンとは違った本場のルーローハンを食べさせてくれるってこと？そう。でも正直に私もまだ宅配のやつ食べたことないから、本当再現できるかどうかわからない。ああ、なるほどね。そう。でも私が台湾にいた時にすごい好きなルーローハン屋さん。然后我记得胡须章好像在台湾越来越贵，就分店越来越少，后来就比较没有那么常吃了，就也不知道他们这次日本的宅配是完全还原我小时候吃的那个味道。ルーローハン屋さんでまたいろんなおかずを売ってます。あ、メインがルーローハン。そう。あ、そういうことか。すごい美味しいよ。私子供の頃めちゃ食べてた。好，来正式开箱之前呢，给大家看一下我跟文当最近在戴的手表是丹尼尔惠灵顿的手表。噔噔，谢谢丹尼尔惠灵顿。我跟文当这次收到的是非常适合日本现在樱花季的贝壳粉。日本每年到三月四月要开樱花嘛，所以看到这个樱花粉的时候真的是超兴奋的。我跟文章这次选了两个都是同一个色系，我这次选的是贝壳粉色方形腕表，这一款非常的有气质又很优雅。我自己觉得这一款很特别，是它的表盘是用珍珠母贝制作的，只要手腕稍微动一下就会看到它表盘有很漂亮的彩虹色，还有很独特的纹路，每个角度它看的感觉都不一样。見てすごい虹色が。ねえ、ルーちゃんの貝が入ってるみたいだよね。そう、すごい綺麗なのこれ。表带的话呢，也是麦穗色的金属编织，整体看起来非常有气质又浪漫。而且它虽然是粉红色、樱花色，但是其实呢是搭配什么衣服都很搭。像我现在穿全黑的，它也是可以搭这个粉色表带，也是完全没有突兀感。让我在全黑的比较素一点颜色之中呢，有一点浪漫气质的感觉。然后我也很喜欢我的手表这个时间刻度，它的长短不一样，是非常有设计感的。俺の方はね、すごいね、まずインパクトがすごい大きくて、ね、これがねかっこいいなってまず思った。あとこれね銀とあとピンクゴールドがあるんですけど、このねピンクゴールドはルーちゃんとお揃いにしたくてピンクゴールドにしました。あ、まあ、あとね銀だとちょっとあのビジネス感が出るかな。これぐらいのピンクゴールドが日常的には使いやすいかなと思ってこれにしました。あとこのベルトの三段式になってて、真ん中の方がちょっと出てて、あと外側がねちょっとへこんでる。しかも真ん中の方がねちょっとツルツルの金属使ってて、外側の方はねあの線が入ってる、ほんと金属らしいものを使ってて、素材をね別々にしてるのもねかっこいいなと思ってます。でね、この凹凸があることによって立体感が出る、それがねすごくかっこいいです。そう、これ二人で合わせて、もう日本の今の桜の季節は最適です。那从今天起到四月二十七号呢，只要购买丹尼尔惠灵顿的任何一个产品呢，都可以得到他们旗舰限定的春季粉色樱花包装，真的超可爱的。而且呢，他们这个包装盒呢，真的非常有质感。那这一次丹尼尔惠灵顿真的对我跟我的观众非常好，就是他们有提供官方抽奖活动。那抽奖的方法呢，我把它详细写在说明栏，有兴趣的人可以看。那抽中的话呢，就可能可以拿到跟我一样的这一个贝壳粉色方形腕表，有兴趣的人都可以参加抽奖哦。好，那现在终于要进入我们今天正式的主题，就是我们的胡须章卤肉饭的宅配。本人このマーク初めてでしょ、ブーちゃん。このおじさんは誰？このおじさんは長さん。ああ、ひげの長さんだ。そう。聞いたことある？ね、聞いたことあるような感じ言わないで。他们官网上面其实有非常多的组合，包含有十包卤肉包，还是五包卤肉包。那因为呢，我这次是第一次买，所以我买的是五包卤肉包的这个组合。它这样价钱是2100日元。一个400円ぐらいか。びっくりしたのが冷蔵で来てなかったんですよ。じゃあ冷蔵必要じゃないってこと？そうかなと思うんですけど、冷蔵してなかったんです。なんかもしかして間違ってるかもしれないけど、あと食べてみてわかります。適当だな。好，那我们就开箱给大家看。天哪，我真的也是好久没吃胡须章，真的超期待的。其实喜欢吃胡须章的卤肉饭，不止他们卤肉饭，还有他们的笋丝啊、青菜、排骨都超好吃的。而且还记得小时候爸爸都会买胡须章卤肉饭的便当给我。这次虽然没有小菜，但是没关系，就让文当只吃看卤肉饭。でもなんかルーローハンってさ、なんか大体同じ味のイメージなのよ。違うのよ、ヒゲ蝶は。なんかもう全部、春水堂にある。違う。それが本当違う。もう本当これ食べていただきたい。とりあえずこれ開けてみましょう。はい。噔噔、我们的胡须章卤肉饭、来把它拆开看一下吧。蝶さん。そう、蝶さんなのよ。親近感あるでしょ。うん、なんか笑顔が可愛い。
我すごい緊張あるの。私負けたことないから。そう。そう。这里也有胡须章的那个脸。我要打开喽。緊張。どんな感じなんだ？ドドン。啊，こんな感じか。これ冷蔵いらないよね、多分。いらないと思う。它里面是像这样子的调理包，总共有五包。那这个呢，只要加热之后就淋在白饭上面就可以吃了。注意事項の紙もあります。全部日本語だね。そうだね。チャーハンや野菜炒めに加えていただくと香りもよくコクが出ますので、ぜひ試してみてください。ああ、いいかも確かに。あ、野菜炒め絶対美味しいこれ。うん、チャーハンも絶対合うよ。啊，这个一包就是一人份，所以这样子呢，五包呢就可以吃五次。那这次呢，我跟文当就一起先吃一份给大家看就好了。じゃあこれ実際にやってみたいと思います。わあ、お腹空いてるから超楽しみ。那这调理方式呢，像低筋一样，就是煮一锅热水，然后把它整包放在热水里面放两分三分加热就可以了，就可以直接淋在饭上。那我们就走吧。那在热水烧的时候呢，再跟大家讲一下它上面写什么。上面有写它是台湾传统美食胡须章卤肉饭，这里还有写满满的胶原蛋白，台湾传统的炖煮猪肉料理卤肉饭。我真的太想吃了，我肚子叫了，希望它是我小时候的味道，超级期待的，可以让文当吃到我小时候最熟悉的味道。好，那现在文当呢要把它放到热水里面，那我们决定要加热两分半，怎样？入れていきます。はい。家長さん、お湯だよ。温泉だ。那我们就这样子放着胡须章卤肉饭放两分半的时间。哇，整个在大沸腾。哦，好了。那我们先放置，先来盛饭一下。美味しそうだね。对，这个碗是我们两个最近在百元商店买的冻饭碗。もうラーメンとか丼食べる専用のやつ。好，那我要把这卤肉饭剪开了。何笑ってんの？期待ね。期待すぎて。そう。あ、いい匂い、匂った？いい匂い。盛り付け。あ、そう、この匂い。この匂い、この匂い。この匂いだ、ぶんちゃん。開始。どんだけ喜んでんの？もう本当に匂い一緒。ああ、我们的胡须章卤肉饭好了、闻看。ああ、そう、これがね、まあ見た目はちょっとだけ違うかな。私が食べます。私の子供の味なのかな？うん、一緒一緒。一緒。うん、ね。めちゃくちゃ美味しい。食感はちょっと妙に違うけど、味は一緒。它吃起来的口感有一点跟实际在店铺吃的不一样，但是呢，它的味道是一样的，而且哇，好好吃哦。全然違うな。美味しい。美味しいけど、なんか違う。すごい美味しいね。俺基本的にこのルーローハンの味好きだから。これぐらいの配分で食べたいんだよね。我很喜欢胡须章的肉，是因为我其实本来就没有很喜欢吃很大块的肥肉，然后他们肉小小的，还有长长的那种肥肉，很好吃。他们这个虽然微波料理包里面那个长长的肥肉比较少一点，果然吃起来的口感还是跟分店不太一样，但是它的味道真的是还原，而且就是有，大家知道吗？就是有一个油油的感觉，我就很喜欢那个油油的感觉。後味さっぱりしてる方だと思うよ。そう？俺の食べたことないルーローハン。なんか結構困惑してるの今。へえ。いや美味しいんだけど、なんか俺の知ってるルーローハンと違うみたいな。でしょ？めっちゃ困惑してる今。ほら、これ私子供の頃は大好き。あと私子供の頃はめちゃくちゃにして食べるの。でも日本人のふーちゃんは多分それ好きじゃないから、そのままで食べさせていただきます。ああでも美味しい。いやめっちゃ俺今食べてるよ。何ずつ吸いずつ。うん、うまい。美味しいのこれ本当に。日本でよく食べるルーローハンって結構濃いイメージがあって、後々になってくるとちょっときつくなってくるんですけど、このルーローハン結構ねさっぱりめなのかな。けどねめちゃめちゃ美味しい。ほら美味しいでしょ。私はおすすめのやつは間違わない。あでも下の方ちょっと油っぽいな。でもねルーローハンだけだとちょっと飽きちゃうから、やっぱり野菜とかそういう卵とかパイ粉とかと一緒に食べた方がもっと美味しい。ご飯だな。まあスープご飯も食べたいけどなかなか売ってないんだよね。日本は売ってないね、スープご飯は。そうそうそう。ルーローハンと一緒にスープのご飯あるとめちゃめちゃ合わない。よく食べてた。そう、食べたくなっちゃうんだよね。今度ふーちゃん台湾行くときに店舗行ってみようよ。あ、行ってみたい。うん、美味しい。他になんかルーローハン人気なお店ってなんかあるの？
みんなコメントをしていただければウンダン探しに行きますので。予想超えたでしょ。うん、美味しかった。なんか普通のルーローファンとまたちょっと違う感じで。いや全然違うよ、俺もう困惑したもん。え、これルーローファンって本当に。以後会成为常客。如果想念胡须章味道的人呢，在日本也吃得到，所以大家可以上网买。自宅でね、お店の味が食べれるってめちゃめちゃいいね。开心吗？开心。好，五包的话是2100日元，那另外还有卖10包的，价格的话大家可以上网看。好，那谢谢大家看我们今天这一支影片。然后呢，我们今天介绍的这个手表呢，大家不要忘记有官方抽奖的资讯，就是呢可能可以抽到跟我一样的表哦。那详细的资讯呢，我都写在资讯栏，有兴趣的大家都可以看一下。那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。ルーローファン美味しい。ルーちゃんのルーはルーローファンのルー。君と終わらない歌を歌おう。